造形工房4次元プレゼンツ、秘密の造形ミーティング。こんにちは、4次元くんです。今回は4次元工作部の部活ミーティングの様子をお届けします。4次元工作部とは、造形職人たちが集まって夜な夜な実験的な造形にチャレンジしたり、興味を持ったイベントに参加してみるクラブ活動です。寡黙な職人たち斉藤、池本、近藤、飛鳥、社長がものづくり愛を語っています。では聞いてみましょう。2019年の8月に、うまい棒クリエイターズ展に出品するためのかぶり物うまい帽子を作ったのが、まあこのメンバーでやり始めた一番最初になるかな。でそれ以外にも、会社のマスコットキャラクターの4次元くんのスマートスピーカーカバーとか、2020年ぐらいかな、これは作ったりしてますと。今回は UFO 立体迷路を作ったので、メイキングということでみんなにちょっとコメントしてもらおうかなと思ってて、今回の企画は珍しく社長がこれを作るって確か提案したと思うんやけど、どんな熱い思いが反映されてこれに、なんでおもちゃを作ろうかなって思ったんですか？売るもんじゃなくて、ずっとこう作ったもんいろんな人に楽しんでもらうっていう中で、子供の時に遊んでたおもちゃを今まあ作ってみたらどんな感じになるかっていうので、作ろうっていう提案をしたっていう。UFO のコマ撮りアニメみたいなのがあって、ちょっとこう宇宙と四次元くんみたいなのが、四次元くんはあの宇宙人なんでね、元はあの、そっからやった、違う星から地球に来てるっていう設定だから、うん、UFO から脱出するための迷路なんで、設定としてはね。そう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 、さらわれたから、うん、あの逃げたいっていう。じゃあ外側ちょっと、こだわりポイントはありますか？敵の仕掛けですね、敵を倒していく、はいはいはい、道と仕掛け、うんうん、で結構あの弾の大きさ、何ミリの弾が通るから仕掛けはここまで上がらないといけないとか、結構角度とか位置とかは結構こだわって作りました、はい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 、ああなるほど、弾が通り抜けられへんかったらあかん。そうです。あの敵には名前ついてるんですか？火星人1と2火星ない、火星から攻めてきてる理由を火星やったよ確かに。でもあのやっぱり一番最初の火星人のイメージだから。うん、あとじゃあなんか新たなチャレンジみたいなのは、そのやってる中でありましたか？新たなチャレンジ、まあ結構あの 3D モデリングをやり始めてですぐぐらいにこの UFO 作ったんで、うん、ちょっと本当自分が分かる機能をこうなんとか組み合わせて作ってったんで、うん、もうちょっとこうレベルアップしたもの作れたらなと思います。すごいスキルアップにつながってますね。斉藤くんは担当部門は迷路の、迷路ね、迷路を考えるを考える、はい、この中に球体入ってるやつ、斉藤くん。ああ、そうですね、これ一番難しかったんじゃん、この迷路激ムズこのなんかこだわったポイントとかあるんですか？こだわったポイントはないですねでもなんか2階建てとかなっててめっちゃこだわってる感じには見えるんやけど2個作って重ねただけなんで、な結果すごく難しくなったっていう。そうですね鬼モズ自分でもやってみたやってないやってないんかほんま禁断の難易度ですよ。あ、そうなんや
基本的には使わん方がええぐらい私そうですね、だから山川さんが作ったベースの迷路あれをほんま簡単にクリアできた人が、うん、なんかちょっと生きった感じで あのちょろい感じの顔してたら、うん、あ、これちょっとやってみますって言われてあの入れてやらして苦い顔で帰ってすごいフラストレーションやななんかそういう、なんていうの、地域の立体迷路とかでもそういうなかなかクリアできひんからずっとやってるから集中力がつくみたいな あるからいいかもしれんね、はいはい、うん、社長は迷路担当、こだわったところは、こだわったところはもうまずそこやんな、とちょっと溶けかんラフがでかいた時に簡単に溶けてしまうなっていうのがもう目に見えてて、目に見えてなかったんけど、はい、難易度ってことか、そうそう、ちょっとでもそのゴールに行き着きにくいようにしたいなと思って書いてみたもののそこまで心配することでもなかったから、だからあんま簡単すぎるからあのハテナボックスみたいなの作ったけど、はいはいはい、それだったら鬼ムズやね、うん、それもだから作ってる本人は、うん、もうめっちゃなんか単純に作ってるから、うん、ラフ画に比べたらまあ立体にしたら難しくなったなって、うんうんうん、いや私はもう社長企画で何かを作るっていうことがあんまりないから、それは新たな結構なんかやろうよっていうのは私の方やねんけど、これに関しては熱い思いがあるみたいだったんで、うん、やっぱりあの社長が熱くなれるものを作るっていうのはちょっといいかなっていうので、あと結構基本スキルで結構作れちゃうようなやつやもんね、うんうん、あ、そうですね、うん、あ、そうなんです、なるほど、はい、で、池本さんにはめいっ子ちゃん、おいっ子ちゃんにあの出演してもらって遊んでもらったんですけど、どんな感じでしたか、まあ、ビデオの通りやと思うんやけど、反応は結構盛り上がってましたね、うん、食いつきは良かったな、うん、で、ずっと、ね、長いことやってて、うん、すぐ飽きるかなと思ったんやけど、うん、結構それは思ってたんですけど、うん、結構何時間こう出しっぱなしにしてたんで、うん、その間ずっと触ってましたね、誰かが触ってるって感じ、最後まさかのかぶり物私あれかぶり物 T シャツあんのは知ってたけど、かぶり物あるって聞いてなかったんか覚えてなかったんか分からんけど、なかなかすごいいい感じに最後入ってくれてあれはどういうキャラクターですか？あれは目いっぱいくんっていう、はい、目がいっぱいある、はい、このキャラクター、はい、自分で考えた、そうです、で一応なんかあれね、学校のなんか制作で、そうです、最初はその、うん、着ぐるみを作る授業で、そっちが先やったよね、そっちが最初です、うん、で、その何作るって時に、うん、まあ自分でキャラクター考えて、うん、で、出てきたのが、うん、目いっぱいくん、はい、T シャツもあれ地味にね下の子2人が販売中で来てくれてたよ、来て出演してくれてた伏線的に最初から実は出てきてるって販売中でね、じゃあちょっとあ、概要欄つけどこか、うん、あの目いっぱいくんのね、近藤くんの T シャツ取るって、ね、あの現在も絶賛販売概要欄にじゃあちょっと付け出しておきます、それ売れるかもね、それでちょっと見た人はぜひ買ってください、売れたら500円せやな、案件は池本さんにあるんで二次利用は OK なんですかね、これは二次利用はなしで、なしで、なし、許可を得てください、厳しい、一回通してもらってはい、はい、わかりました、あの次回作も今ね、あのちょっとずつ準備は進めてるので工作部の、はい、あのまた普段の仕事みたいにどんどん進まないですけど、またちょっと面白い企画になるようにお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。
プリンターで全部作ったみたいな話になってもうたなと思って、あでその合わせて作るっていうのが結構、うん、うちの売りだったりもするんで会社、あそうですね、はい、アナログとデジタルを組み合わせてね、はい、仕事本来 の, その今までやってた FRP の技術もね、そうですね、造形の技術も生かされて、そうですね、 FRP で補強とかもちょっとしてて、ジョイント部分を FRP、うん、そうなんや、素材で使ってて、ただ単にボンドだけつけただけでは、うん、強度的に難ありとなったんで、はいはい、鑑賞用ではない、遊ぶ前提のもんなんで、はい、ある程度強度はいいのかなというところはちょっと参考に入れてはいますね。なるほどね、はい、12、3個言ってますね、結構分かれてるよね、12、3パーツで出力して出てきたものが12、3パーツあって、うん、それを手作業でくっつけて、うんうん、はい、でパテを埋めて、あのそうですね、磨いて、はい、塗装する、そうですね、作業が実は入ってた、入ってます、けどそれを私は昨日聞き忘れていた、全てこっそり近藤君の担当が何かを聞くことも忘れていたと、うん、そうそうそう、すいません、いやいやいやでシルバーの塗装も近藤君がやってた、はいはいはい、あのこだわりポイントとしては、あ、はい、取っ手の玉がついてるんですけど先に、はい、それの色バリエーションを作ってるっていう、はいはい、まあ、シルバーだけもあるんですけど、はい、黄色、はい、ポイントで黄色を使ってる、黄色地にシルバーみたいな感じのボーダーですね。で一応あれはね、感染対策で、そうですね、消毒するために付け替えできるように、そうです、ね、わざわざ3つ、そうですね、で柄も変えたのはやっぱりどれを消毒したかがパッと分かるように、あ、なるほどね、見分けるためにっていう、アナログだけじゃできないことができるようになってきてるなっていう、せやね、変わりましたね、その辺は技術革新があるなって、そうですね、できることが増えていってるなという印象ですね。そうやね、プリンターで作った方がいい時と、手作業で作った方がいい時とあるから、それをうまいこと組み合わせて、その、まあ、最短ルートでできるようにしてるから、うん、あの今回の UFO も、うん、そのうまい組み合わせでできたかな。そうですね、うん、絶妙なバランスだったと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、いかがでしたか。四次元くんチャンネルでは毎月20日に新しいメイキング動画をアップしています。ご興味のあるテーマや四次元くんたちに聞いてみたいことなどがあれば、ぜひコメントを残してください。コメント欄や動画の中でご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。では、来月20日にまたお会いしましょう。